中島今朝後6月15日から1945年10月28日は日本の陸軍軍人。第16師団師団長、第4軍司令官、階級は陸軍中将。1881年6月15日、大分県宇佐組八田村毛乙女で異業を営む中島も十郎の三男として生まれ、長寿て八幡小学校に通う。 1893年、黒木ため元中将が、宇佐で行われる、陸軍演習を視察するため、八幡村に立ち寄ったところ体制の村人が歓迎に、現れた。その中に今朝我も入っていたのだが、そこで今朝我は黒木から、お前の眼光には普通の人間と違うところがある。もし東京へ行って勉強がしたかったら、この黒木のところに訪ねてくるがよいと言われる。 今朝我はそれを頼りにして間もなく上京し、東京府南都島郡渋谷町大あざも渋谷あざ、時は松の黒木定の所成となった。旧制私立海軍予備校に入った後、1896年5月、東京陸軍地方養年学校に入学する。ついで陸軍中央養年学校卒業を経て1902年5月31日、上等兵となって、 野砲兵第15連隊付として入隊し、陸軍士官学校に士官候補生として入学する。1903年11月30日に陸軍士官学校を卒業し、総長に昇進する。1904年3月6日、現隊である野砲兵第15連隊に見習い士官として断裂付となる。3月18日、砲兵将尉に昇進する。 4月24日、野砲兵第15連隊は、第2軍機関野戦砲兵第1旅団に所属して、広島県宇治名を出港、日露戦争に従軍する。しかし、8月31日、療養海戦での首、山穂の戦いで負傷し、野戦病院へ、10月17日には会えなく帰国、宇治名に帰着する。12月28日、今度は、 台湾守備屋砲兵連隊第3代隊付として、文字を出向して台湾に渡る。1905年6月30日、砲兵注意に昇進し、11月8日帰国する。1906年3月27日、再び野砲兵第15連隊付1910年12月12日に、陸軍大学校に入学する。1913年8月31日、 砲兵隊員に昇進する。11月26日、陸軍大学校を卒業し、野砲兵第15連隊の中隊長を命じられる。この年、遺跡てるよと修言を上げ、後に一難一条を設ける。1914年8月19日、陸軍野戦砲兵射撃学校の教官となる。1918年9月21日には、軍事研究員として、 フランス駐在を命じられ、横浜を出港する。1919年10月、フランス陸軍大学に入学。12月1日、砲兵少佐に昇進する。12月22日、新たに陸軍兵器府ヨーロッパ出張を命じられる。1920年9月、フランス陸軍大学を卒業する。11月10日、 平和条約実施委員権派独立軍監督を命じられ、ドイツ駐在となる。1923年5月31日、パリで事故死した、砲兵大佐、北白川宮茂久夫に故障して、香取丸にて帰国。神戸に帰着。6月18日、妻テルヨが死去する。8月6日、砲兵中佐に昇進する。陸軍野戦砲兵学校共関係。 同行研究部部員となる。12月22日、県陸軍不評学校教官を命じられる。1924年2月8日、県陸軍騎兵学校教官をも命じられる。この間、方兵装点、各種の装点、天般令の改正に携わる。8月25日、中村悦子と再婚し、後に六男二女を設ける。1925年12月24日、 県陸軍大学校兵学教官を命じられる。1927年2月10日、方兵大佐に昇進する。第七師団機械や法兵第七連隊長に補えされる。1929年8月1日、再び陸軍大学校兵学教官となる。1931年8月3日に、県飛行第五連隊付となり、機上訓練などを行う。 1932年4月11日、少々に昇進し、舞鶴要塞司令官に任じられる。1933年8月1日、陸軍奈良市の学校初代校長を命じられる。1934年5月18日、群馬県群馬郡桃井村の相馬ヶ原で、陸軍奈良市の学校幹事である、今村人志大佐の計画。 実施で日本初の毒ガスを用いた演習を行った。だが不備が生じ、誤って毒を吸った者が続出して、上等兵が亡くなった。これにより、正木神三郎教育総監は今村を退役処分にするつもりであったが、今朝はが正木教育総監のほか、林千住老陸軍大臣と参謀総長、官員の宮古都人新王二次起訴し、身を挺して今村を守ったため、 今村は不問に付された。1936年2月26日、東京で行動派の青年将校らによってクーデターが起こされた。一貫性のない陸軍中央の動きとは違い、早くから反乱軍鎮圧を口にしていた今朝我であったが、2月28日になり、催涙弾、くしゃみ弾を傾行して東京に出撃するようにとの命令が下り、出発する。 3月7日、中将に昇進する。3月23日には、憲兵司令官を命じられる。以後、行動派の放築、宿軍に加担する。憲兵司令官就任、これには同郷であり、陸軍幼年学校、陸軍士官学校の同期であり、親友である、新陸軍次官、海津義次郎中将の引き立てがあった。1937年1月、 広田後期内閣が総辞職を行った。それにより、次期主犯が、宇垣一世大将となることも、ほぼ明白となった。そして陸軍に、宇垣大将に、いよいよ大名が下されるとの情報が入ってきた。石原幹事参謀本部第一部長心得を、中心とする統制派の中堅層は、軍部主導での政治を行うことを目論んでおり、 かつて四個師団を廃止するなどの軍縮を断行した宇垣などが首相になれば自分たちを圧迫し自分たちの政策が実現できないと考え何としてもこの宇垣の組閣を阻止しようと動き出した石原は自身の属する統制派参謀本部を中心に陸軍首脳部を突き上げ寺内俊一陸軍大臣も説得し宇垣に対して 自主的に対面を廃止させるように説得する命令を寺内大臣から憲兵司令官であった今朝割れに出させた。24日夜、憲兵によって宇垣の動きを掴んでいた今朝割れは宇垣が組閣の対面を受けようと皇居に散来する途中、宇垣の車を玉川の六号橋で止めその車に乗り込んで寺内大臣からの命令であるといい。 今回の対面を廃止するようにと宇垣を説得した。だが、宇垣はこれを無視して散大し、対面を受けた。しかし、石原の工作は、宇垣四天皇と呼ばれた、杉山元教育総監、小磯国秋朝鮮軍司令官にも及び、結局誰一人として宇垣内閣の陸軍大臣を引き受ける者はいなかった。これによって、宇垣は、組閣を断念し、 宇垣内閣は流産してしまった。またこの間、今朝我は、宇垣の祖閣参謀であった松井和音大将や衆議院議員の船田中に直接電話をして、宇垣への加担をやめるように言っている。8月2日、第16師団長兼中部防衛司令官となる。品事変の勃発により、9月7日、北品方面軍機か、第2軍令属として大阪を出港し、 9月11日に、中華民国大湖に上陸。以後、河北で作戦を行う。11月になり、中止な方面軍機か上海派遣軍に隷属する。上記のうがき外傷祖格の一件の遺恨もあり、両者の中は大変悪かった。以後、南京攻略戦に参加する。12月13日、南京占領。今朝我も前線に出て、少し負傷する。 第16師団長として南京攻略戦に参加した時の日記には本攻略戦において捕虜を取らない方針であること、捕虜を日本刀の試し切りに使ったこと、捕虜を一箇所にまとめて処理する予定、そのためには大きな捕虜を要するとの記述がある。エスカレートしていた南京での略奪に師団長であった中島自身も加わり、日記には もし自分の管轄範囲内で物を探すのであれば好きにさせ、少なくとも戦場真理の表現としておそらく道徳にもとるとは考えないだろう。しかし他人の勢力範囲内に入りしかも司令部の標識が打ち付けられている建物で平気でのすみを働くのはあまりにも行き過ぎていると書いている。 翌1938年1月、今朝我とは、同郷で仲が良かった陸軍省人事局長、アナンコレッチカ少将が南京に視察にやってきた。そこで、アナンは、松井司令官から今朝我の統率を非難する話を聞かされている。また、アナンはこの年の12月22日に行われた陸軍省局長会報に出席し、中島師団夫人方面、殺人。 不軍旗行員は国民的道義心の敗退、戦況悲惨より来るものにして言語に絶するものありとメモに記している。1938年1月、再び第二軍の霊属となって下北に進出する。5月には助手回戦が行われ、敗走を続ける国民党軍を追う。6月9日、国民党軍が日本軍の手から逃れるために、 高河の堤防を爆破して決壊させ、大洪水を発生させた。これにより、第16師団その他の部隊の進撃が止まる。6月24日、第2軍司令官、東国宮俊彦大中将とその上官である北、品方面軍司令官、寺内俊一大将を通じて、今朝我は大本営に和平を訴える意見具心の憲白書を提出する。と同時に、因縁の相手である。 宇垣一世外務大臣にも、従軍像村上独断を通じて憲白書を提出する。その意見書の用紙は、顔を収めて、一路直ちに行動国家の建設に進むべきだと主張し、その理由として、1、中国軍は我が軍と決戦をするを欲していない。2、これを追撃することは、領土欲の現れと批判されかねない。3、黄河の新ルールができたのを機に、 それを自然の急戦ラインにすべきだ。4. ナポレオンのロシア侵攻の失敗を教訓とすべきだ。というものである。しかし、大本営宛てのものは寺内大将かもしくは大本営の参謀が握りつぶし、宇垣外相宛てのものは宇垣が外務大臣を辞任したので渡されることはなかった。7月上旬には、シナ事変への疑問と和平を綴った意見具心保養をしたためたが、 結局未提出に終わる。7月15日、第四軍司令官に任じられ、満州北部の防衛にあたる。ちなみに、参謀長は、牟田口蓮也少将である。1939年8月1日、参謀本部付9月28日、退面。9月30日、ついに予備役に編入される。以降1年数ヶ月の間、北京に事務所を開いて、 中国の実情を調べる。1940年6月22日、1941年5月14日、7月5日、3通の事変処理法案をしたためて、政府と軍を批判する。12月8日、太平洋戦争が勃発する。同月末、広告職域勤労方向体総裁に就任する。1942年4月、母校である。 大分県宇佐郡八幡田小学校で講演を行った。大分県内務部長や大分県警察部特別、高等警察課長もいる中で今朝我れはれこの文では、日本はきっと負けると発言して会場は、騒然となり、警察でも、問題となった。しかし、今朝はが陸軍中将ということでやむなく、不問に付された。1945年10月28日、 長野県佐久郡三代田町の療養所で観光編と尿毒症により死去。64歳没。その時の状況は、臨終を迎えたと同時に、アメリカ軍の MP が、先般容疑の取り調べに訪れ、部屋のドアをノックした。東京都豊島区椎名町の自宅での葬儀には、梅津義次郎も駆けつけた。ありがとうございます。